深田恭子さんとくまモンとのツーショットですくまモン大丈夫ですかオッケー。OK、ようこそお越しくださいました改めまして、えー、午後の紅茶発売35周年ブランドアンバサダーの深田恭子さんですよろしくお願いします深田恭子です本日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします 赤い衣装の深田さんなんかも甘くてみずみずしいまるでもういちごかのような雰囲気できっと画面の越しの皆さんにも伝わってるかと思いますえそんな深田さんを今日はお迎えしまして本日は熊本県のいちごゆうべにを使った特別な午後の紅茶フォーハピネス熊本県産いちごゴゴティーをご紹介してまいりたいと思いますのでよろしくお願いします。今今日はこののシーズン最後の出荷分が はい、まだ間に合いまして、はい、サプライズでこの夕べにをこちらにちょっとお届けしようかと思ってお持ちしました<ー>大丈夫ですよではお願いします。 すごくあの最初に食べた時と、うん、あの味わっていくうちに1つのいちごの中でちょっと味変があるっていうかすごく甘みがあってそしてさっぱりしていておいしいです。ぜひくまモンにもおいしいお顔をぜひ見せてあげてください。モンに感想をぜひ おいしいよのコメントお願いしますクマモおいしいですありがとうございますやりましたクマモンも,もバッチリのポーズ決めてくれましたありがとうございます、えー、本当に深田さんに美味しそうに召し上がっていただきましたクマモンもですねそしてユーにニーを作りになった生産者の皆さんも喜んでいらっしゃるかと思いますのでぜひ深田さんからもおい、えー、しいユーにへの感謝の気持ちも生産者の皆さんにお願いしますはいこんなに美味しいイチゴを作ってくださってお礼をいたいです ありがとうございます。くまもんもありがとう。はい、ありがとうございます。本当においしく召し上がっていただけました。くまもんも嬉しいですね。はい、ありがとうございます。